はい、タオです。チャンネルです。タオちゃんです。今日ちょっとお休みじゃないんですけど、仕事の合間を縫ってなんとこちら一風堂に来てます。パビリオンの中にある一風堂です。日本でも一風堂はよく行ってたんですけれども、今日は一風堂をレビューしたいと思います。一風堂ってね、日本で食べてた時こんななんか一品いっぱいあったかなと思って、なんかたこ焼きやら枝豆、きゅうり、あとサラダ、サーモンサラダとこういう普通のサーモンのお刺身、あとはこういうだし巻き卵とかこういうものがあるんですけど、こんなんなんか日本でこんないっぱいなんかサイドメニューあったかな。まだラーメンのページにはたどり着きません。前来た時にね、このバンズ食べたんですけどね、これがすごい美味しかったです。このなんかパン、なんて言うんだったかな、なんかこれがすごい美味しいんですよ。前違うとこでも食べたんですけど、これなんかもうはみ出してますよ。これそうです、たこ焼きとかこういうお寿司系とかがありますね。で、チャーハンがあって、やっとラーメンがありました。メニューは一緒ですよね、多分ね。白丸、そうそう、赤丸っていうのがあって、あと辛仮麺、私は辛仮麺がすごい好きなんでいつも辛仮麺にするんですけど、こんな感じですね。あとはやっぱそば、博多そばとかなんかそんなんもありますね。フットワーク、あ、ほんまや、フルこうセット、ラーメンとなんかこう一品がついて 39.90。 あとデザートとかもある、すごい。一風堂ってこんなに日本でメニューあったかな、すごいいっぱいメニューがありますね。ということで、いろいろ頼んでいきたいと思います。はい、注文しました。結構いっぱい頼んじゃいました。ここはですね、クアラルンプールのパビリオンというところになってまして、何階だろう、2階くらいかな。うん、店内もあるんですけどね、見ての通りものすごい満席で、中もね席があったんですけど狭かったので、私たちはこの外の席に座ることにしました。結構ね、1階とかにはねカフェがすごいいっぱい入ってたりとかして、上にもいっぱいショッピングするところがあったりとかして楽しめると思います、一日。そしてこういう風に日本語で表記してくれてたりとかして、お店の店員さんもいらっしゃいませとか言ってくれるので、そう、いいですよ。では待ってみたいと思います。一つ目到着しました。ピリ辛きゅうりです。はい、どうぞ。では早速試食します。もうサンバルですかね、かかってるんだもん。結構ピリ辛なんじゃない。うわ、うん、確かにピリッとします。なんかからしとコチュジャン、ごま油、
ちょっと加工スパイスみたいなのがあってかなり辛い、かなり辛いです。なんかもう一種類ただのごま油のやつがあったんですけど、辛くていいんですかって聞いて、辛くていいよって言って食べて辛いと言っています。これは辛いです。食べてみたいと思います。はい、これは辛い。はい、続いて餃子とサラダも来ました。どうぞ。これはほんまに日本の餃子っぽい。結構ちょっとでもラー油じゃなくてこっちのソース。私が頼んだ辛か麺が来ました。餃子どうですか？美味しい。ほぼ日本のテイストですか？そしてこのサラダ、こっちは水菜かな。白醤油のドレッシング、美味しそう。サーモンが入ってるのがいいね。美味しい。はい、僕のラーメンです。赤辛ですね。カールさんは？これは辛か麺です。ちょっといただいてみたいと思います。一風堂です。これバリカタを頼みました。赤からです。赤から？なんかすごいあれやね、黒いけど。そう。ニンニク系ですか？そうそう。これね、日本と違ってね、麺がね太麺なんですよ。一風堂と細麺なんですけど、バリ細麺なんですけど、ほら太麺。私のやつは結構細めですよ。細い。本当だ。うん。そっちの方が太いね。これ太麺。美味しいですか？美味しい。ちょっとね、お腹が空いてて、まだお昼ご飯食べてないんですけど、今からちょっと食べたいと思います。はい、はい、ラーメンの途中ですが、私は辛か麺のレベル2を頼んだんですが、予想以上にめっちゃ辛くて、最初はマイルドやと思ってたんですけど、中にソースがあって、それを混ぜたらめちゃくちゃ辛くなってきて、もう暑さと鼻水が止まりません。そう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 。
とかではないし、はい、やっぱなんかあのなんていうんだろう、チャイニーズのヌードル、チャイニーズヌードルみたいなところ行く方がよっぽど1杯600円とかで食べれるんで、なんか日本の行くどって、ね、知ってるから入りやすくて安心なんですけど、やっぱちょっと値段は高めかなっていう。なので、フードっていうのはラーメン屋さんなんですけど、マレーシアでは高級レストラン、フードですね。確かにラーメン屋さんで、日本で有名ラーメン屋さん、ちょっとなんかラーメン行こうやみたいな感じのノリで行くようなとこではないかもしれないな。はい、そうですね。ですので、くれぐれもラーメン食べる際は、まあ、千円札1枚で食べられるわけではなく、まあ、少しお財布を強く締めていただければなと思います。はい、ではこれからもいろんなことをレビューしていきたいと思います。グッバイ。